エニガーローは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のバーレンドルフ軍に属す市である。エニガーローは、北から時計回りに、以下の市町村と境を接している、バーレンドルフ、ベーレン、エルデ、ベックム、アーレン、ゼンデンホルスト。本市の区は、以下の通り、エニガーローは、ヘルツェブロック修道院が創設された際、860年に、 初めて文献に記録されている。この文書は現存しないが、後世の文献に一部が引用されており、見ることができる。当然集落としては、出土品が示す通りこれよりも古い。1050年頃に書かれたフレッケンホルストの最も古い調整簿には、修道院に納税が義務付けられた数多くの農場が、主農場、アニングロロと共に記載されている。この主農場は、 しばしば誤解されているのだが、司教が所有したシュルツェニガーロを農場ではなく、現在も存在しているシュルツェニュニング農場のことである。ローは、単なる森ではなく、聖なる森を意味していた。高台の上の現在教会がある場所も特別な場所であり、古い異教の聖域であった。アナガーロという地名に含まれるシュラブルイングは、たびたび述べる通り、 ここが古い集会所であったことを意味しない。ここは、教会周囲の墓地に近い裁判を行う場所であったかもしれないが、イングはシングではない。イングは、例えば、カールのジッペに属する者をカロリンガーと呼ぶように、所属を意味するものであった。修道所たちが所有する農場が、ニュニングと呼ばれるのも同様である。1240年、貴族領主のベルンハルト2リッペは、 レーダに属していたエニガーロー大管区をミュンスター市教に譲渡した。1270年から1336年までフレッケンホルスト修道院の文書にエニガーロー騎士課がたびたび登場する。この一門はシュルツエエニガーロー農場の所有者であり、紋章を使用していた。その紋章は銀字と青字に上下に分割された盾であり、1921年の ノートゲルトの県面に印刷されたのが公式に現れる最後である。領主であるミュンスター司教が所有するフェーメ裁判のための広場は1690年に建築工事のために明け渡された。これによりドルッペルと呼ばれる現存する中密な都市中心部が形成された。定地ドイツ語のダラブルは高知ドイツ語のトローブにあたり家屋がひどく密集した様子が ブドウなどの房のようであることに由来している。聖夜コーブス教区は、いわゆる母教区で、この教区からエニガー、ヘイトマール、ノイベックモの教区が分岐した。この教会の古い部分は13世紀の中頃の高キロマネスク様式によるベストファーレン式のホールである。この空間はほぼ正方形の平面を持ち、もともとは北と南の2カ所に出入り口があった。 1886年の改築により、この教会の本来の様式は大きく損なわれた。この時に欲労と内人がネオゴシック様式で増築された。広場周辺は工業化によって、急速に増加した住民に分譲された。1970年代に、教会内部の一部が昔の状態に復元された。この教会は高台の上に立っており、 古い水車と共に長い間いのシルエットを形成してきた。古い村は、教会とシュルツェーニガーロー首脳城との間にあったが、1860年頃に失われた。墓地は1000年頃に、教会の周囲に設けられた。1700年に、墓地の周囲に建物が建てられ、教会を取り囲む、形の家屋群ホイザーリングが形成された。墓地は1877年に、 村の外に移転された。しかしここも数十年のうちに開発が決まったため、現在の場所に新しく墓地を作らなければならなかった。現在では、バーンホーフ通り沿いの小さな公園に記念碑が立っている。住民の多くは、大昔からの農民であった。主要な領主は、ミュンスター司教、聖堂参事会、エッセン女子修道院、フレッケンホルスト女子修道院、 ラーベンスベルク博、マリエンフェルト修道院、ヘルツェブロック修道院、クラーホルツ修道院、ガイスとか、その他様々な貴族であった。農民たちは中世全体を通して、これらの土地領主に隷属した。つまり、現在では、当然となっている自由は厳しく制限されていた。このため、フランス革命やナポレオンといった大変革の影響やプロイセンという、 新たな領主の下で、19世紀に、いわゆる濃度解放がなされた。1899年4月1日、エニガーローから13.07平方キロメートルが分割される形で、自治体のイベックムが新たに創設された。1910年にはエニガーローもノイベックムも、固有のアムトに昇格した。1930年にこの2つのアムトは、 アムトエニガーローノイベックムに統合された。アムトエニガーローノイベックムは1952年に廃止された。エニガーローはこれ以後アムトに属さなかった。第一次世界大戦後、世界恐慌の結果、住民たちはひどい失業状態に苦しんだ。第二次世界大戦後、特に旧ドイツ東部領土からの難民により、人口はほぼ倍増した。人口の増加により、 住民たちは住宅だけでなく公共の建物を建設しなければならなかった。さらに当然ながら道路、ライフライン管理も建設され、採石場後に大規模なゴミ処理、貯蔵センターが設けられた。近代的な遊戯広場やスポーツ施設が建設され、若者に活用され、全住民の憩いの場として利用された。屋外プールが1938年、 体育館を併設した屋内プールは1973年に建設された。冷戦時代、核への関与の枠組みで、ベストキルヒエンに、米軍の核兵器が貯蔵され、連邦軍が配備された。1975年1月1日に、それまで独立した町村であったエニーガー、オステンフェルで、ベストキルヒエンを編入し、エニガーローは拡大した。 これらの旧町村は新しい町の町区となった。1976年11月9日にこの町は市となった。各12月31日の人口である。エニガーロー市長者、エニガーロー市議会は32人の議員と市長で構成される。2002年5月5日、エニガーローでノルトベストファー練習の歴史で初めて直接選挙で選ばれた市長が再び直接、 投票により失職した。これは前払い詐欺事件によるもので、市当局が約14万5000ユーロに及ぶ社会福祉金の不正受給を許していたことに端を発した。この事件に関して、当時の市長ハンスール・リヒブリンクマンと多くの市職員が検察の取り調べを受けた。2014年5月25日の市長選挙では、 原色のベルトルとリュルフが83.3%の票を獲得して市町職を守った。図柄、緑地に3つの蝶津外部が黒い銀色の貝柄。貝柄は石灰岩の産地であることを表しているが同時に聖イヤコブのアトリビュートでもある。緑の地色は地域が農業に利用されていることを意味している。この紋章は百五十五年六月二日に 当時の町が認可を受けた。エニガーロウの風車ホルンホルツ上エニガーロウのセメント工場鉄道エニガーロウは鉄道のイベックムバーレンドルフ線沿いに位置している。この路線は貨物線でセメント工場への原料搬入や製品の搬出に重要な役割を担っている。セメント工場駅以降の路線は廃止され撤去されている。道路エニガーロウは 連邦道 B 四 B475 号線沿いに位置している。この連邦道は、北はバーレンドルフ、南はベックム及びゾーストに通じている。B475 号線がアウトバーン A2 号線に接続するベックムエニガーローバーレンドルフインターチェンジまでは約6キロメートルの距離がある。1949年から薬品サービス業者のロッテンドルフファルマは本社を エニガーローに置いている。2009年半ばの時点でロッテンドルフグループは780人の従業員を応用していた。2008年の売上は約9700万ユーロであった。ありがとうございます。